こんにちは、ニルセンの皆川と申します。ニルセンというと皆様の中には DCR デジタルコンテンツ視聴率が馴染み深い方もいるかと思います。今年の5月には DCR に YouTube のデータも追加されました。 DCR は包括的にメディアを捉える手法ですが、本日は別の視点から MMM マーケティングミックスモデリングについてお話しします。CMO やマーケティング意思決定者に投資に対する説明責任がより強く求められるようになり、またプライバシーへの配慮が必要な昨今、包括的で統計学的なアプローチの MMM へのニーズは高まっています。弊社では時系列に売上などの KPI データとマーケティング施策データ、経済環境などの非マーケティングデータを並べて重回帰分析し、施策別の貢献度と ROI を算出します。大きな特徴としては、経済環境やコロナの影響など非マーケティング要素を幅広く含めること、そして流度細かく大量のデータをインプットすることによって仮説に基づかずビジネスモデルの変化に対応できる汎用性の高いモデルだということです。このような効果測定手法は今後マーケターにとって欠かせないものになってくるため、 Google とは様々な場面でご一緒しており、その活動の一つが MMC マーケティングミックスコンソーシアムです。ビジネス戦略に有効な MMM を見極める視点、活用やアクションプランへの検討方法などを広く啓蒙する目的で、 Google や他パートナー様とともに発足するに至りました。また Google がニールセンと共同して実施した消費財の71の MMM の事例をまとめたメタ分析結果では、YouTube 広告はテレビ広告よりも売上増分効果が平均して 3.3 倍高いという結果が出ています。そしてここからはサントリー様での YouTube 分析結果をご紹介します。サントリー様の YouTube の ROI は高く出ました。しかし ROI がいくら高くても、リーチの規模や貢献度が足りなければ、そのメディアにそれ以上投資しても追加効果は期待できないので、 ROI だけでメディア配分の判断はできません。追加投入など配分変更の余地がありそうか、詳しく見ていきましょう。メディア効果は積み上がって売上に変換されます。そのため投資対効果は S 字カーブで表せます。 A が域値、 ROI 的に見て効果的といえる最低ライン、 B と C の間が最適な投入量で、 D の位置を超えると飽和状態といえます。こちらの事例での週あたりの YouTube の投入量の位置は A と B の間です。投入週数がそもそも多くないので、全体投入量を増やした方がいいということがわかります。このように MMM は効果検証だけでなく、具体的なアクションにつなげられるのです。 Google は数多くの MMM を実施しており、その分析から YouTube の正しい投入量のアドバイスや売上など最終 KPI への貢献を説明することができます。今年の企業の決算発表を見ると、弊社の継続的なクライアントの業績は同業他社と比べると好調のようで、統計分析に基づくクイックで正しい判断が功を奏していることが分かりました。デジタルはテレビと比べて予算変更がしやすく、根拠なく環境変化の余波を受けがちです。しかし重要なのは、数値的根拠に基づく判断を随時行うことです。まだ MMM での測定をされたことがない方は、ぜひ実施いただき、ROI が良いという根拠を持って YouTube を使いただきたいと思います。ニルセンではこれからも Google をはじめ業界の皆様と連携しながら、企業にとって包括的で正しく資産になるクロスメディアの効果検証を推進していきます。